陶芸家の渡辺拓馬です。今日は何作って何食べようか。リム付きのお皿を作ります。とその前に個展のご案内。6月14日から19日までギャラリー無限庵銀座店にて個展を行います。週末は在廊します。さて Let's get started。 粘土の準備をします。基本の木くねり、一つの塊から一つ作る玉引きです。八寸皿24センチほどの中皿はだいたい 1800g から 2000g 程度の土で作ります。亀板の固定方法は人それぞれですが、自分の場合は粘土に埋め込みます。粘土を棒状によって紙板よりも少し大きいサイズで天板に貼ります。羽子板で叩いて高さを均一にします。いわゆる10皿ぐらいのサイズからは紙板を使います。ろくろの天板の上で直接作るよりも後の作業がしやすくなります。作業効率的に紙板を使うという面と、お皿が歪みにくくなるというメリットがあります。紙板を置いて叩き込んで固定します。お皿を作る時の道具は2種類、団子ごてとはべら。粘土を中心に置いて叩いて密着。ここからはほぼノーカットで、はべらでサイズをイメージします。粘土を押さえてセンターを出す。中心から手前に引っ張ります。この時のポイントは中心を少し高くしておくこと。中心をへこませたりまっすぐ平らにするよりも少し高くすると人間の目の錯覚で面をより広く感じます。同じ大きさのお皿でもゆったり大きく見せることができます。余分の粘土を取ります。大体がそうですが、ろくろではあまり手をかけすぎると良い結果にはなりません。お皿は特に手数が少ない方がいいように思います。はべらで大きさのチェック。ある程度のサイズになったらカーブを決めます。団子ごてを使って土を締めつつ、伸ばしつつ、ろくろ目を消しつつ、後辺は伸びやかに、できれば一度で。はべらでカーブを決めます。この時に注意すべきは、はべらを押し付けてカーブを作らないこと。土の表情が決定的に悪くなります。最後にリムの部分を平らにします。はべらはどちらかといえばカーブをチェックするぐらいで十分。リムはこの時に模様をつけてもよし、後でつけてもよし、そこはデザインによりけり。はべらのこの部分が大事。リムと見込みの境目ははっきりと、角角作り終わったら紙板ごと外します。
裏側の仕上げまでしばし乾燥。乾燥時間はご飯の時間。今回作るのは出汁を効かせたアクアパッツァ。その日あった食材で作ります。アサリやエビも出汁の一つ。エビに関しては背ワタを取って殻を剥いておきます。殻を炙って生臭みを取ったらお湯に入れて出汁を取る。ドライトマトは水で戻します。いろいろな食材の出汁を利用します。ガーリックをみじん切りにしてフライパンにオリーブオイルを入れたら常温からゆっくりと加熱していきます。そこに塩煮魚を入れる。皮をパリッと焼きたいので少し上から押さえつけながら焼いていきます。まっすぐフラットにピンと張った状態が理想的。とはいえ魚体は丸いのでなかなか難しい時もある。マッシュルームがあったのでマッシュルームを足します。これも出汁の一つ。エビガラだしを追加。白ワインを追加。そもそもアクアパッツァとは狂った水という意味。つまり常に沸騰させた状態で作っていきます。魚に火が通ったらドライトマトを入れます。砂抜きしたアサリを入れます。そしてたまたまあったブロッコリー。一番最後に入れるのはエビの本体。エビは長時間火を通すと硬くなるので注意。そして盛り付け。お皿の向きを決めたらまず奥に来るものから置く。今回はブロッコリー。そしてメインの魚。程よくきれいに見せるためには少しずつ盛っていくのがポイント。続いてアサリ、マッシュルーム、最後にエビ。スープも忘れずに。彩りにドライトマトを上に置くと美味しそうに見える。それではいただこう。アクアパッツァに合わせるのは料理にも使った白ワイン。いやー、これ美味。
亀板から切り離します。極力平らにする。ろくろの天板を濡らす。板を濡らして梱包材を貼り付ける。ろくろの天板には直接置かずに板に移します。亀板とサンドイッチにしてひっくり返すと亀板からお皿が移ります。お皿は極力触りません。ろくろの中心に来るように叩いて調整します。削っていきます。後辺からのカーブに沿って削る。畳付きを削ってお皿のガタつきがないように水平にします。亀板から切り離すときに極力水平にカットしていればここでの削りは楽になります。高台サイズが決まったら外側から削ります。見切りのラインを入れます。中を削る。おおよその高台ができたら微調整。竹節高台にします。これは個人的な習慣。高台の中心から外に向かっての字を入れる。刀印を入れる。最後に手のひらを使ってカーブを確認します。これ大事。削り終わったら手板に取ります。これで極力お皿に触れず削ることができます。あとはゆっくりと乾燥。釜詰め前にペーパーで擦って素地のバリを取ります。粘土の粉が残らないようにブロワーで吹き飛ばします。火出す木のために藁を敷きます。できるだけナチュラルに。作為なんだけど作為が過ぎないようにできれば一発で決めたい。なんだか料理の盛り付けにも似ている。灰がかかる部分かからない部分を作るためボタを置きます。
普段は銅線棒という粘土を使いますが、これは耐火度の高い不織布。穴窯を使って1週間とちょっと窯焚きをします。お皿は毎日使うもの、普段使いにもちょっといい日にも。というわけで再び個展のご紹介。6月14日から東京銀座にて、会いに行ける陶芸家在路します。ぜひご覧いただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。